動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。今度の SG グランドチャンピオンの舞台は尼崎で、阪神電車が間近を通る街中です。とりわけ、今回はドリフト陣営も伝統無限上に乗り込んで、激しいバトルを展開させると思われます。前回、ラグナスがダイヤのビリスタを受けたことが、伝統無限上で話題となっており、今度は刹那に期待がかかります。しかもスターアットはこの時点で、ウィンベルマジック対策の雫のスーパードラグーンの効果が残っていることから、刹那とラグナスのダイヤのビリスタに期待されております。果たしてこの6日間でどういう展開が待っているのか注目されるところです。右上のぴょんたプロデューサーからの以下のルールを確認の上、この動画をご覧ください。あの二人のダイヤのビリスタやな。6月末期のダイヤレラッシュに乗れるかどうかがポイントやな。よー弟よ、伝統無限上のコンディションはどうだ。おー兄貴じゃねえかー。また春日が出しゃばって一人だけワンヒット性の差を取ってやがるんだ。なんか最近になって風当たりがひどいんだけど、そんなに出しゃばりすぎてた覚えなんてないよ。お前は危ないぞ。スターアットのダイヤのビリスタの原因の予備軍だぞ。とりあえずルール説明に行かせてもらうぜ。個人戦とチーム戦が交錯した爽快新リボートレースバトル伝統無限上、それぞれ個人がこの企画だけで使えるポイントを使って船券を購入、ボートレースの結果オッズを予想していく。現金を使うことがないため、いくら赤字になっても損を濃くという事態は避けられるぞ。まあこいつはそれぞれのバトラーの性格がもろに出てくるんだがな。伝統無限上の大きな特徴は個人戦とチーム戦が複合していること。それぞれのレースが個人戦でありチーム戦でもあるのだ。どう対処していくのか。それは自分の誕生月のナンバーのレースはチーム戦で、それ以外のナンバーのレースを個人戦で参戦すること。基本的に両方に参戦する形となるのだ。船券、正式名称は勝ち船投票券。レースの基準を予想して船券を買って投票、結果に応じた配当を得るための切符がこの船券。ボートレースにおける船券は単勝、副賞、各連複、2連単、2連複、3連単、3連複の7種類が存在するぞ。ボートレースは6艇でレースを行うことから、単勝は6通り、的中率は16。次に副賞、1着か2着を予想、的中率は13。各連複、1着から3着までにいる2艇を順位問わずに予想する。選んだ2艇が上位3着に到達していれば的中となる。的中率は35。2連複、1着、2着を基準問わずに予想、
1、3の組の場合は1着、2着の順が1号艇、3号艇、または3号艇、1号艇の順が的中となる。的中率は1-15。2連単、1着、2着を基準通りに予想。1と3の組の場合、1号艇が1着、3号艇が2着で決まらなければ、的中しない。その分2連複よりも配当が多くなる。的中率は1-30。3連複、1着、2着および3着の冒頭、基準問わずに予想、的中率は1-20。そして、ボートレースのオッズにおける主力が、3連単、とりわけ、伝統無限上における主力の、オッズ、全部で120通りが出揃う。1着、2着および3着を基準通りに当てる船券で、難易度が高い分配当も、高い。伝統無限上の、伝統、というのは、テレボート、電話投票のこと。その名の通り、スマートフォン、携帯電話やパソコンで船券を購入できるサービス。これにより、ファンの数も増加、伝統無限上の登場にも影響を及ぼしたのだ。これより、個人戦とチーム戦のそれぞれの戦い方について取り上げていく。まずは、諸君の誕生月以外のナンバーのレースで参戦することとなる、個人戦から見ていこうではないか。個人戦においては、1日に100レース以上開催される中で、黒字を目指してもらうこととなり、1日の最終レースが終わった段階で、赤字だった場合にゲームオーバーとなる、シンプルなもの。オッズに関して言うなら、これから先のチーム戦に特に大きく関わる要素で、締め切り時間まで予想、締め切り時間を迎えるに合わせて、配当分となる。船券の普通礼金の倍率。船券は、これを見て購入するかどうかを決めることとなる。人気の高いオッズほど、倍率が低くなる。船券は、1枚あたり100円のため、伝統無限上においては、100ポイントとなる。1ポイント1円。ボートレースにおいて、猪木って言葉をファンの口からよく、聞くようだけど、これは3連単の1と2と、3の組み合わせ、1、2、3を、某格闘家から由来して、呼んでるものなのだ。だけど、英語だとかなりそっけなく1、2、3というのみさ、もっとひねりが欲しいところだがな。もともとは、これだけがデッドポイントの対象だったんだぜ。その猪木に大きく関わる要素として、各レースが挙げられる、G3 と一般レースで、対象に実施されるレースで、初心者に親しんでファンを、増やすことと、後半のレースに向けた軍資金の確保という側面があるのだ。ファンは後半になるにつれて船券を多く買う傾向が見られるためさ。各レースは、進入固定、1号艇に A 級選手、特定の艇に A 級選手、B 級選手にスポットを当てるレースと大きく分けて、4つのパターンに分類される。この企画レースも、伝統無限上で大きな鍵となり、猪木や満州の出やすさを大きく左右する。そして、チーム戦、自分の誕生月と同じ号車番号のレースで参戦、満州を目指す。以下は、それぞれの誕生月のチーム号車と参戦レースの一覧だぜ。いよいよ、伝統無限上の真骨頂、バッテンポイントについて取り上げていくぜ。チーム戦における減点要素。黒字や赤字で決着をつけられないことから設定されたもの。20倍未満の猪木こと1-2-3や1-3-2で、デッドポイントバッテンポイントが加算される。デッドポイントバッテンポイントは満州券一発につき1つずつ帳消しができる。1日の工程の終わりまでに、バッテンポイントを消化しきらないと、アウト、チーム戦においてビリスタに直結するという算段なのだ。ゲームオーバーとなったバトラーは、その日や翌朝に何かしらの罰ゲームを受けることとなる。罰ゲームこそがギリスタというもので、肝心の内容は、かなりヤバいものらしい。基本的に色気が強いことから、0A 向けのルートでは非公開となる。罰ゲームの例を挙げるなら、ショーフォームやパンツっちょに変身させられる例や、恥ずかしいコスプレをさせられる例などが挙げられる。2022年の5月になって、
カンマ5以上の非常識なフライングにおいて、即日起業処分がなくなったものの、36、それでもなお、フライングにまつわる即日起業処分は存在する。ボートレースの開催期間は説と呼ばれ、その一つの説の間に、2回スタート事故を起こすと、即日起業処分となる。内訳は、2回フライング、2回選手責任の出遅れ、フライングと選手責任の出遅れが1回ずつ。そして、伝統無限上においては、この処分をもとに、より厳しいペナルティがチーム戦に存在するのだ。複数の場で参戦する号車番号、レースが、フライングを計2回以上場合は、5万周以上または3万船を2回以上劣らないと、デッドポイント、バッテンポイントを関係なくビリスタ送りとなるぞ。この仕様は、SG、プレミアム G1、オール進入固定レース開催時における標準仕様と全く同じで、5万周以上または3万周を2回以上劣らないとバッテンポイントを消化できない。万が一、3回以上起こしたり、SG、プレミアム G1、オール進入固定レース開催時に、複数の場で参戦する号車番号、レースが、フライングを計2回以上場合は取り返しがつかないこととなる。どうなるのかは、自分の目で確かめてほしいところだ。ここでは冗談抜きで何も、言えないほどにヤバいものだのだ。伝統無限上はピーターや、トレインドリフトと連携しており、それらのバトルでピーターとなった場合は、いかなる結果に関係なく、罰ゲームを確実に回避できる。各レース、特に進入固定でエノキの、リスクがでかいことから、一種の救済措置として、組み込んだものさ。そして、デッドポイントの消化に活用されるオッズだが、結果により、列車種別が用意されており、以下の通り、チーム戦で晴れて、快速特急以上の、クラスのオッズを引き当てることができれば、ビリスタから解放されるというものなのだ。そして、ピーターやトレインドリフトで、ピーターとなった時に、10万船ですごいことが、起きるらしい。実際に自分の目で確かめていただこうではないか。の SG ではラニアの中段ビリスタが起きても打たねやしな。油断ならへんね。楽なりで侵入してスタートするねやな。ここら前付け要因がおらんからそうなるやな。さてここらどういう展開になったかちゅうと、因がうまいことスタートを切れて逃げていき、4号店が2番手に出てきたところやれ。1音下にで2周目に突入するところやら、2周1マークにおいては1音下で順位が折り固まり、1音下か1音半かのどちらに転ぶかの状況やな。最終週間においては1音下で折り固まって最終通過も通過。今回は逃げで決着で幕を開けてったら、ボツは 18.8 倍。今回の雪辱は絶対晴らしてもらうぜ。あるいはスカーッとダイヤのビリスタを押し付けたろうか。いやー、またあの臭いビリスタを食らいますよー。何やってんだこいつら。スタッと自滅しないようにモーニングで満州をかくっておいてくれよ。さて次の第2レース、ここはどういう展開になるんだろうかな。大外に大持つの選手が待ち構えてるから要注意だぜ。イン逃げ以外なら差しが決まるかどうかだな。肝心のスタートはどうなってるかというと、高スタートは奇数あたりだろうか。注目はスロー性の一騎打ちで、これを制圧したのはどの艇なのか。2周1マークで決着がついたようで、2号艇のテラショーがリードしているところだ。2周2マークで2号艇が先頭に立って231、最終周回では 95.6 倍の231で折り固まって最終ターンを通過してフィニッシュ。テラショーが初日から1着ちゅうことは、やっぱり A モーターを突き当てた中小小屋は、この後の動向を考えるとジミーがこの時点でトップ賞としてのダイヤの鍵の候補やろうかな。勢いがあるのはいいけど
けど、それで調子こいて猪木に捕まらないように注意が必要だぜ。ここも枠なりで侵入して展開していくようだ。にしてもここまで順調に推移していってるな。6号艇の選手は90日の休み明けからの明けとダメージが大きいぞ。さてここのスリットはというと、コーススタートは2コース3コースしかし銀の1号艇が逃げていって4号艇が後に続いていくところだぜ。を14で2マークを通過して3番手争いが激しくなってるぞ。その中で6号艇が3番手になろうとしてるぞ。2マークを過ぎて146最終周回からは順位が折り固まっていって146最終マークもこの順位で過ぎていってゴール。146オッズは 18.5 倍だけど、これはまた悪日が大暴れするパターンがプンプンするぞ。とりあえずこっちもモーニングで満州入れたわ。これで俺自身はビリスタを回避できたけど、刹那とラグナスは油断できしんで、俺と違ってスーパードラグーンの効果があらせんしでな。気をつけてくれよ。ワンヒット精度とダイヤのビリスタは普通の満州を貫通してしまう代物だからな。センタープールの名の通りにセンター性のまくりを決めてもらいたいんだけどよ。それだとオッズが余計に割れに割れて、かえってダイヤのビリスタのリスクが増大しちまうぜ。さてここの第4レースはどういう展開が待ってるのだろうかな。ここは枠なり侵入でレースが始まるようだ。さて肝心のスリットを見させてもらうぜ。ほぼ横一線。そうなったら必然的に逃げていくぞ。これだとそんなに配当がつかない地味な展開だぞ。1号さんで2周目に突入するようだ。2周1マークの状況は特に変化がないようだ。このオッズは 29.7 倍と至って地味な配当で、2周2マークもそのままの順位で通過していったぞ。最終周回も順位に変化が見られなかったようだ。さてここから先ダイヤの鍵をゲットするのは出てくるか。うわ最悪、オッズが割れまくってるレースじゃん。しかもインヤの一人が出てきてとかなり不安要素が多いわ。1の5の2の4の3の6で6号艇の選手はウエスタンヤングでの優勝戦の期待もあったようだけど、今回はそのような再現は見られなさそうね。チルトが3度じゃなかったみたいだから、本番の侵入に動きがあって、1の5の2の3の4の6とやっぱり前付けがあったわ。スロー性は深めになってるわね。コーススタートはインの1号艇でここは無人に逃げていったわ。このような割れたオッズと前付けの影響で猪木ではあるけど、オッズは 25.8 倍とビリスタ行きにならない状況になってるわね。2周2マークも猪木のまま通過して最終周回に突入。最終周回も猪木のままで終わりそうね。なんかムズムズしてきたから例のセリフを言わせていいかな。だそのセリフ、猪木で満州を隠った時に言ってもええかもしれへんわな。スターアットの兄貴は今年だけで2回も猪木で満州を隠ってたらしいじゃん。それを華麗にやるのはさすがはスターアットというところね。やっぱり私の号車が何かやらかしと本気で思われてるから注意しないと。ここも枠なりだからそこまで荒れるように見えないけど、これでダイヤの鍵を入れたら下手と思われちゃうね。ましてやグランドチャンピオンという舞台でアロハの男も出ているというからには、コーススタートはインからセンターまで、その中で鮮やかにアロハな男が先頭に来たよ。アロハな男は人気が高いからね。2周目を346で通過して2周1マークを通過。2周2マークは346か341かの瀬戸際で、最終周回は346で迎えて、そのままの順位でフィニッシュ。オッズは 70.4 倍で、さすがにアロハの男の先頭では極端にはつかないよね。やっぱりアロハな男が先頭やと効果は今一つのようやな。しかしながらラグナスが来てから7号車の見せ所が全然あらへんねんけど、どないしよう。なんといっても猪木が10倍やし、これはかなりと厳しい展開になるで、当然ながらの枠なり侵入やったりと全くもって期待できる要素があらへんぜ。さてさて肝心のスリットは中たら、コーススタートは2コース3コース6コースで、その中で2号艇が先頭に立ったわ。とりあえず231で2周目に突入していったわ。231なら 50.9 倍とまずまずのコンディションやな。これなら猪木から逃れられるし一安心やな。最終周回もこのままの順位で推移して決着がついたぜ。2号艇の選手に期待を置いたのが功を奏したわな。さてさてここはどういう展開になるのかな。ここも枠なり侵入だから、変なことがなかったらカチカチのレースになるはずだよ。2コースに王者が立つから前付けの要素もなく、ここでのコーススタートは先
ター制だけど、基本的に大きな差が見られずに、1フタで2マークを通過。わー、生きのー、あー、死ぬー、ひゃー、ヘルプミー、ひゃー、終わったー、あー、16.2 倍で終わったー、うわー、死んだー、また夢かがやられた。俺もそうなりそうでやばいな。そうなったら音の木の3組目のあいつもビリスタ食らってやばいことになるぞ。どうなるんだろうな。今日は下手したらダイヤの鍵がないというのもあるぞ。どうなんだろうな。さてさて、次に第9レースこの辺りで決着をつけたいな。さてさて、ここも枠なり進入、至ってオーソドックスな展開だぜよ。コースタートはスロー制で、逃げるインも1号艇、まくり差しを図る3号艇。おーおー、2号艇がターンマークに当たって転覆、4号艇が巻き添えになって落ち水だー。その結果2号艇が妨害失格となり、135で決着がついたぞ。以降は順位に変動がなくフィニッシュ。オッズは16.4倍。あかん、今こうら全然あれ、SE の後の SG やっつーのに。そのまま SG からフェードアウトか。下手したらあの文字物売りがよぎるかもな。なんか幸先が心配ねえ。このままフェードアウトしなければいいんだけど。そのあたりが引っかかるところだけど、第10レースに行かせてもらうよ。ここも枠なり進入で、コンディションが整って、レースがスタート。コースタートはイントダッシュ制、逃げるインの1号艇、まくり差しを図る5号艇、3番手に6号艇のアロハな男が来て156、これで2マークを通過して2周目に、以降は順位が折り固まったようで、2マークでも順位に変動が見られず、最終周回でも順位はそのままで、最終マークを通過、21.4倍のオッズでフィニッシュ。さて、今日は早くも残るは2レースだけとなったぞ。ここは枠なりで進入していったぞ。そんなコンディションでのスリットはスロー制がコースタートを切ったぞ。逃げるインの1号艇、2番手に2号艇が来て、2マークを1フタで通過していったぞ。1フタ4で2周目に差し掛かっていき、2周1マークからは順位に変動がなく、2周2マークにおいても1フタ4のまま、最終周回に差し掛かっても変動はなく、順位は1フタ4のまま。この1フタ4のオッズは 15.1 倍で、ここまで満州がないままドリームへ。なんなんやこれは。今までそんなパターンなんてあったんか。てっきり E36 かと思ったよ。なんか知らないけど E38 が来ちゃってるし。東花園で何があったんやろうかな。2024年度のナミア変更で3738列車から改装された。14編成が切り離されるツールは聞いたことがあったけど、なんとも不思議な話だけど、どこかのタイミングでじっくりと調べてもいいな、その件。さて、今日のメインカードはドリームレース。 SG で貢献した順番に並んでいくぞ。しかし、銀の1号艇は枠番に恵まれなかったのか、レースが荒いと思われたのか、制覇とは無縁なのだな。さてさて、ここも枠なりで進入していって、レースが始まったぞー。実は今回が SG のドリームで、初めてのインだった、1号艇の選手だったけど、難なく逃げていったぞ。2番手に来たのは4号艇の、エチの大スター。3番手争いも気になるところだけど、2マーク付近で6号艇が、急接近、それを1の大スターが振り切って、14。2周目になって145で、1マークに突入していった。以降はこの順位で折り固まっていったぞ。しかしながら、よくよく見ると、今回の SG は初日に満州が、出なかった珍しい回なんだな。この145のオッズも 18.9倍だったしな。こやー、最後まで不安要素しかないこれ。今日の結果は、頑固親父に完全敗北した心境に、似てるぞ。三男因がヒーと言われた中でも、ありさまやったら、そう例えるのも無理はないやろうけど、7号車は比較的得意みたいなことを、言った通りに逃げから逃れてたら。おいおい、こと前データをしっかりと見ておけよ。特に雨の日が因逃げ率が、6割もいくんだぞ。そういうことで、今日のビリスタ発表の、時間やで、今日は10万周が4号車、6号車、9
9号車で出ており、快速特急クラスがそっちと、完全に覆ってもうたわ。そして、肝心のビリスタは中と、10万周をかくった号車と、2号車、7号車以外の全部やで。わあ、いきなりやあ。わあ、ゲロ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 しよう。いやあ、ゲロ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 しよう。ぶったり吐くも。初日からしてやられたよ。風が昨日より強く吹いてるからな、マジで油断できねえぜ。ゲロ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 しよう。初日からこれは厳しいぞ。わあ、またやられたー。はっ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 は、一晩からいきなり10万周だぜー。やったぜ兄貴ー。今回は絶好調だぜー。今回も絶好調ー。せっかくだから、例のセリフを、しでかしちゃおう。アメベー。グホー、キャー。天国に舞い上がった気分だね。スタートについて言ってる感覚だ。てかはるし、アメベーってなんやねん。アメークロス圧巻ベーってか？そういえば、4号車の10万周だけど、初勝利の水神祭があったようだぜ。グラちゃんでは期待できたものじゃないから、代わりにそっちで満喫させてもらうぜ。明日も激しい激しいドリフトになるね。にしても、初日に満周がなかったってのはまずいかな。この前みたいにダイヤの集団ビリスタが出ちゃうかも。ビリビリビリスタ、ビリビリビリスタ。昨日はいきなり集団ビリスタが来て、5820系を裏切った音の木の3組目に例外に天罰が降りたわな。ビリビリビリスタ、ビリビリビリスタ、こっちと組んでくれなきゃ伝統無限上で天罰が降りちゃうよー。すっげー露骨だな。まあこっちも自滅しなければいいだけか。昨日は満州があらへんかったせいで集団ビリスタが実行されてもうたぜ。さてさて、中国のキプカメはどうなってるんやもんかな。ここの落盤通りに侵入して2万にしても、6月にスタートが喧嘩してたのが何で起きようとしてるんやな。オースタートは2号艇の選手で直幕にも立候補したれ。下3で2マークを過ぎていって3番手争いを繰り広げながら1マークを通過、2マークを下3、4で通過していって半数週間に突入。半数マークもこの順位で通過して、今ラッシュで117.5万。ここでようやく今回の FG での満周が出て、何やの鍵をゲットやれ。ようやく FG が始まったようやな。伝統無限上もここで本番を迎えたようやわ。満周を得るなら今日がベストコンディションね。オリオンも発動されるのかな。ここも枠なりで侵入していくか。ここは、ヘマがなかったら逃げるっぽいだな。スリットはというと、インやらしくしっかりとスタートを決めた、インの1号艇が逃げていったぞ。まあ、インやが逃げ切れないと話にならないんだがな。2周目は14蓋で通過していくぞ。14蓋で2周にマークを通過していって最終周回に突入するぜ。最終周回においては、順位に変化が見られず、46倍のオッズの14蓋でフィニッシュ。なんか2号車の意味を見ると安心する自分がいるんだけど、他もそうか？私も同じように安心するんだけど、オリオンのプレッシャーがないからかな。オリオンとラスナンが揃って、満周となったら気まずいだろうな。そういえば、スターアットやハルヒと一緒に、音の木の3組目の誰かと、合流したけど、目の前でビリスタを、食らってたからカオスになってたぜ。ワンヒット精度の恐ろしいところでもあるぜ。最初の満周が2日、目の1号車と非常に、遅いし、まくり差しも決まってないしと、不安要素だらけだぜ。
スターアッコは随分と自信を持ってたけどいいのか。ここは1の2の3の6の4の5と本番で侵入が変わってったぞ。イニアは一人だけだった気がするけど、どうなったんだ。さてさて、ここのスリットはというと、奇数コースが好スタートだったぜ。その中で2号艇の石の信用金庫が刺していったぞ。2番手争いが激しいけど、2、6となって3番手争いがまだまだ激しく、最終周回になって2双子となっていったぞ。まあ俺もうまいことダイヤの鍵をゲットできたから、細かいことは気にしなくていいんだがな。その二人のワンツーで満州組み合わせ的にはあまりつかなさそうな組み合わせっぽいけど、なんとも奇妙な話やけど、昨日の雰囲気今日は多めに言ってもらおうか。そうやな、昨日のは何でもやらんと、またこの前にたんなにも何になってまうしな。どうやら俺らが今回の主役のようだな。だったらガンガンプレッシャーを与えてやるぜ。ここも枠なり侵入で始まるのか。ここで満州を取ってとどめ打ちだ。しかしスローテイが伸び返して逃げていったぞ。てか、なんで生きのになるんだ。誰か俺らに対して嫌味をしでかしてか。しかし、5号艇の選手が3番手争いに加わって、最終周回でも激しく争ってるぞ。ダメだ、生きののままで変わらない。先に満州をかくってるけど、シュッとしないな。自滅したらダサすぎてヤバいで。この前も自滅した号車がおったくらいやしな。いくらなんでも自滅はみっともないわね。固定フライングって展開よりはマシだけど、さてさて、ここはどういう展開になるのか注目しておかないと。枠なり侵入で始まったレースのスリットはほぼ横一線。3号艇がまくろうするところを銀が抵抗して、4号艇がまくり差しを決めて、4-3、2周目になって4-3-5で順位が折り固まっていって、2マーク以降はこれで変化が見られず、167.2 倍のオッズで最終マークを過ぎていってフィニッシュ。こっちも晴れてダイヤの鍵をゲットよ。展開に恵まれたか。以降も見どころ満載な展開がまだまだ続くみたいやから、ラッシュは続きそうやで。いっそのこと8号車あたりまで一斉に隠ってない。7号車あたりは特にマグナスのことを考えたらなおさらやれ。ここは枠なりで侵入していってって、よく見たラインの1号艇はスタートの鬼の選手。なんか運の悪い展開だね。さてさて、本番のスタートはどうなるのかな。誰かさんがビリスタを受けそうになる中で見てみるよ。やっぱりインの1号艇がスタートを決めていって逃げていくよ。1フタというのも本命的ね。1フタ6で2周目に差し勝って、1マークを過ぎたあたりで3番手争いが目立つ中、2マークで1フタ4となっていったよ。最終周回になって1フタ4で折り固まって最終マークを過ぎていってフィニッシュ。オッズは 8.4 倍で2番人気だったよ。カッチカチだったなぁ。なんかあるんじゃないかこれ。この後どういう展開になるんだろうかな。確かにそうやなぁ。小島で快速特急グラスを取ったけど、道中でこっちでも現地の10万周の数字が見えてたわ。随分と早いタイミングであの数字を目にすることになるなんてな。さて、ここはイニアが2号艇やからおとなしいわな。ここはダッシュ艇に要注意やで。スロー艇がコースタートでよりによって命って思うたやろ。そもそも命は 28.9 倍やったし、さらに言うと5号艇の選手がうまいターンで3番手になったしで、ビリスタの爆弾はこれでシャットアウトしといたわ。1フタ5のオッズは 23.1 倍と、ここまでは至って堅実な展開やったぜ。今日は昨日と一転して晴れてきてるから、何かしらの動きもあるはず。ここも枠なり侵入でスタンバイして、さあ第8レースの幕開けだよ。じゃあ4号艇がフライングだよー。いやーこれは後味がー夢かー。大丈夫だ、俺が支えるぜ。先頭に立ったのは5号艇の選手で、2番手に来たのは2号艇の選手。5フタ6で2周目に突入だ。以降は順位に変化はなく、2周にマーク、最終周回にかけても順位に変化はなくゴール。変換分を差し引いたオッズは
202.4 倍で、なんとか満周だったぞ。危なかったー。危なげなくダイヤの鍵を入れたよー。一発だったな。しかしながらこれだとダイヤの鍵を隠った感じがないだろう。それよりもカヤも SG 制覇に恵まれないな。あれはひどいぞ。阪急は新たな SG 覇者が増えてることを発していてもありえへんくらいに恵まれてへんね。それどころかそのような SG レンプが増えてるし、新たな SG 覇者が増えたら必然的に既存の SG レーサーが制覇から遠ざかる。最近だと女子レーサー平成生まれ21世紀生まれと悪も超えてきてるんでな。だからこそ既存の SG レーサーは焦りを感じてるってのもあるのだろう。枠なり侵入でスタンバイが整ったこのレースはイント4コースがスタートを切ったぞ。逃げるインの1号艇、2番手争いは3号艇、4号艇、5号艇が激しい三つどもえを見せつける。2周1マークにて5号艇が2番手に出ようとするも4号艇が抵抗。しかし3号艇に暇をつかれて一歩後退、1号3となって最終周回へ。以降は順位に変動がなく 51.5 倍のオッズで最終マークを過ぎてフィニッシュ。こうやってみると後半になるほど逃げる確率が高くなっていくね。こればかりはしゃあない話やわ。それよりも初トラスも危ないんとちゃうん。阪神急戦系、確かにあの二人もまだダイヤの鍵を隠ってないんだよね。確かに厳しい気がするんだよね。どうしよう、ここも枠なりでスタンバイするしで厳しいよー。どうすればいいのかな。こうスタートはあまり差のないスタートだったよ。さて逃げるインの1号艇の後を追うのは猪木いやー死ぬーわーやられるーまたビリスタ行きーそんなーわーまたこのバトラーがノックアウトされてる。なんでこうなるのかな。このバトラーダメなこりゃ。ハツラツは今回もダイヤもビリスタをクリになっちまうな。スタートの7号車も危ないところだけどな。さてどういう流れになるのか。次の11レースここら辺でそろそろケリをつけたいけどな。さてインの1号艇が逃げていって2番手に2号艇が来て2マークを1、2、4で通過。2周目をこの順位で突入。以降は順位に変動がないんだけど9倍とカッチカチだぞ。1番人気の大本命だって最終周回から最終マークもこの順位のままフィニッシュだぜ。ここは見るからにコンメントの出番なのは出走表を見るだけで総合がついてたれ。ラグナスのダイヤのビリスタをまた見たいところだけど、それだとずっとスタートのダイヤの鍵を見られなくなるというジレンマがねー。これまたガチガチなメンツが集まってるな。ここは猪木かアロハな男の頭っぽいな。当然ながら枠なり侵入てかアロハな男も案外変に前付けしないものだな。それよりもスリットの方はというとほぼ横一線だろうか。まあここはインの1号艇が逃げ切ってるけど2マークを1号4で通過とはこれまたいかに。2周1マークについても順位に変動が見られないぞ。そのインパクトからか1号4はインにで満周。しかしじわりとアロハな男が接近するも最終1マークでは回避。最終マークも振り切って1の5の4オッズは 116.8 倍。なんか思わぬ形でダイヤの鍵をゲットしたぜ。リノー近くな表紙でありおったなー。なんちゅうこっちゃ、6の2着ですらあらへんくても、イン逃げ満周とか。アロハの男はやっぱり人気が集中するな。疲労を疲れたイン逃げ満周だったな。
さて、今日のビリスタ行きを発表させてもらうで。まず、今回は10万周が出てこず、快速特急クラスを発表するわけで、今日は1号車、7号車、8号車、9号車、11号車、12号車やったで。そして、今日のビリスタ行きは、2号車、3号車、5号車、6号車なおじめつ、10号車やったで。ゲロ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 しよう。今回は2日目でノックアウトされたぜよ。ぐわー。しずくともどもまたやられた。いやー、またやられたー。あー、自滅したー。中野の親子がえらい絶好調やな。なんか知らんけど、ユニバースとして覚醒したんとちゃう？しずくちゃん、こっちを裏切るから天罰が降りるんだよ。ビリ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 スタ。思いっきり煽ってるんだけど、それでいいのかな、それでいいのかな。てか、今回の裏切り者扱いなのかよ。月鉄界隈で裏切りは面白くないって何回も言ってるぞ。それよりも春日のやつ、自滅とかダサすぎるぜ。アーメイって煽るからバチが当たるんだぞ。ほんまやれ、10万周でワンヒットせんの、歯を外しといて何してんねん。やべえぞやべえぞ、マドリンの姉貴のモデルみたいなやつも読みたかの、悪魔と組んでたから、それで自滅を誘発されてやられちまいそうだぞ。兄貴、なんとか対策してくれよ。任せておきなって、とりあえず5820K には9033と組んでもらって結構だぜ。昨日だって5821が9038と組んでたんだし、そういう理論でいけばなんとかなるさ。実際今だって5823が9031と組んでるから、その調子でガンガンこっちも奮闘してみるよ。ドリフトも伝統無限上も互いに補い合って、アットのダイヤのビリスタを阻止しておくようにな。ビリ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 スタ、ビリ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 スタ、読みたかの悪魔は音の木の3組目と組んじゃダメ。まさにそうや、アンプの線で日光とかが出てきて大変なことになるんや。やからみなに言われるんや、読みたかの悪魔って、にしても、読みたかってどこから出てきたんやろうかな。まあ、アツと創始者に聞いたらわかるやろうかな。